ここは僕のアトリエです。散らかってますけど、まあ、自分の秘密基地みたいなところです。これが僕が初めて作ったクマなんですけど、全部手縫いでミシンも持ってなかったんで、縫い物したのも初めてだったんですけど、思い入れがあります。これから始まって今はもう1000匹以上作ってます。マリに旅した時に1ヶ月ぐらいかな、旅して、まあ、初めてのアフリカだったのもあって思い入れがすごいあるんですけど、みんなすごい親切にしてくれて、僕に何かできないかなと思って、それで水が足りてないという話を聞いて、クリエイティブなことをしてそのお金を貯めれたらなと思って、それで思いついたのがテディベアでした。僕ずっとラルフローレンのポロベアが好きで、高校ぐらいからずっと集めてたんですけど、テディベアは西洋の家族に親しまれてるものの一つだと思うんで、現地で使われてる生地とかを使えばなんか面白いものができるんじゃないかなと思って、あと文化交流みたいな感じなことになればいいなと思って、バックスプリントを使ってみました。今は他の生地も使ってますけど、着物だったりとかデニムだったりとか、新しいことをちょっと試したりしてみます。迷彩僕好きで、旅先とかオンラインとか古着屋とか巡ってはいろんな違う国の迷彩を集めてて、だから僕の迷彩クマはいろんな国の軍服が混ざってます。服とかを切り崩したりすると、やっぱりその一匹一匹にしかない個性が出るんで、そこを楽しんでます。今まで自分を前に出して何かやろうとかしたことなかったんですけど、目的を見つけた気がして、周りの家族や友達たちのサポートがあったんで、それで続けていけたんだと思います。僕は目立つの好きじゃないし、目立とうとも思ってないんで、自分が頑張ってやってることに対して評価をしてもらえたり、その認識をしてもらえることに対しては嬉しいですし、まあ、僕の作ったものがみんなに親しまれて愛されるようなものになればなっていつも願ってます。このサインは井戸を掘った村に置かしてもらったのと同じもののちっちゃいバージョンなんですけど、自分の名前を入れようとかそういうことは考えなかったんですけど、入れたかったのは日の丸と熊のイメージですね。あとはみんなで作ったよみたいなことを言えたらなと思って、やっぱりいろんなところを旅して日の丸を見ると、自分日本人なんですごい嬉しいです。ドゴン族の村に訪れた日本の方が見て同じ気持ちになってもらえたらなと思いました。日本にいた時よりも日本を意識すること多くなったと思います。アメリカに住んでいますけど、まだ自分がゲストな感じっていうのが抜けませんし、やっぱりお邪魔してる以上は失礼のないようにしたいなっていう気持ちはいつもあります。どこ行っても日本代表みたいな意識を持ってます。マリに行ったことあるのは一度だけで、色を掘った後に一度お邪魔しようとしたんですけど、情勢があんまり良くないので断念しました。まあ、いつかお邪魔できたらなと思ってます。その水でお茶飲みたいですね。 This is June. I don't camouflage.